ラストドラフトは日本の競争馬。主な勝倉は2019年の形成杯。場名の意味は小説の最終走行。完成版。2016年3月11日、北海道千歳市の八代大ファームで誕生。母、マルセリーナはディープインパクトの初年度産区で2011年の大歌唱で父に種母馬として初の GI タイトルをもたらした。 本場は、その初年度産区である、一口場主法人、八代大サラブレッドクラブより、総額5000万円で募集された。育成中も、早めの調教を開始してからは常に、スタッフの想定を超える時計をマークするなど、動きの良さが目立っていた。美保、戸田博文9社に入居し、2018年11月25日の新馬戦でデビューし、 上がり3回33秒1の決め手を発揮して、シンバ勝ちする。2戦目は、年明けの形成範囲に4番人気で出走。コースタートを決まると2番手追走から4コーナーで、先頭に立ち、最後は2着ランフォザローゼスに千葉シ一1、4差をつけて、解消。キャリア一戦での勝利は、レース史上初で、父のベリストにとっては2世代目にして、3区初の重賞制覇となった。 また、母、マルセリーナを管理した、松田博士元長教師は、ゴール後すぐに、戸田長教師に、祝福の電話をかけた。三戦目は、弥生賞に二番手で出走。騎乗は、田辺博信に乗り換わる。初めて逃げる競馬となり、最後は力付き七着。連勝は二で止まる。自走は、サツキ賞に挑戦。集団から競馬をするも七着と敗退。その後、 脚部不安により6ヶ月休養。休養明けとなった、オクトーバーステークスは一番人気に支持されるも8着。自走中日新聞杯は中段から伸びたものの、佐藤のガーネットに頭逆わされ2着となる。4歳初戦は、アメリカジョッキークラブカップ。上がり2位のタイムで追い込むも3着。初の関東圏以外でのレースとなった、金社地章は5着。 その後、半年間休養し、ケフェウスステイクスは2番人気で出走。前目でレースを運ぶも8着。続く、アルゼンチン共和国媒は6番人気と人気を落とすも、中段から上がりに位で追い込み2着となる。前年と同じく年明け初戦となったアメリカジョッキークラブカップは、中段から追い込み0.1秒差の3着に入る。続く、日経賞は、後方から末。 足が決まらず8着に敗れる。その後は、休養が長引き春、夏は全休、毎日王冠で復帰したが最下位の13着と、大敗した。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。